ブトリーブとは1980年代はじめに米国ソフトクラフトが開発したイーザムライクなレコードマネジメントシステムであり、現在では後継製品パーバシブ PSQL のトランサクシオネルエンジンとしてファイル IO の中核になっている。日本では1987年より AG テック社が販売、ノベルのネトワヤにサーバ版がバンドルされ1990年代には かなり広く使われた。このため、クライアントサーバーモデルのイメージが強いが、サーバーを必要としない、スタンドアローン用の製品もある。ブトリーブは、他の資料では関係データベース管理システムとされることもあるが、データの管理は、ファイルごとに独立しており、ファイル間の関連付けまでは管理していない高機能悩むシステムと言える。また、データの取り扱いの単位はレコードで、 RDBMS のようなフィールド単位の管理は行っていないため、レコードマネージャーと呼ばれることもある。ESAM よりも優れているのは、複数データ更新の一貫性を保証するトランザクション処理と複数のレコードをまとめて読み書き、できる E-Tended Operation を備えていることである。データファイルは、ブト t r ブ e v イルと呼ばれる固定庁ページサイズで管理されている独自のファイル形式になっている。 ブトリーブファイルはデータレコードを格納するデータページ、インデックスを格納するインデックスページから構成されており、ページ単位にディスクとブトリーブエンジンのメモリーキャッシュ間で読み書きされる。ファイル名については制限がないがファイルの拡張紙はプレなどの一部の予約されている名称を除き自由につけることができる。ブトリーブファイルは互換性が高く、 1995年にリリースされたブトリーブバージョン6 1号で作成されたデータファイルを現行バージョンのパーバシブ PSQLV11 で読み書き可能である。アプリケーションインターフェースは BTRV 関数を呼び出すプラットフォームに依存しない方法を使用し C、C 言語、コボル、ベーシックなどの高級言語から使用するための言語、 インターフェースモジュールが提供されている。なお、SQL 製品と統合された Power Passive SQL 以降の製品では、o d b c API などを使用する SQL アプリケーションから MobTreeb ファイルにアクセスすることができる。ありがとうございます。